む旅は本当にこのような不祥事を犯してしまい本当に申し訳ございませんでした。顔鉄せーの、こんにちは。どうも、こうくんです。はい、ということで今日は生身にドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、ということで今日の企画は彼氏が逮捕されちゃったドッキリー。はい、ということで本当に土屋太鳳になってしまって逮捕されるっていうドッキリなんですけど、嘘です。どうしようかな。笑っちゃって。マネージャーさんと一緒に今からちょっと動画なごみに仕掛けていくんですけど、まあこの企画はちょっと水溜りボンドさんがやられてた企画なんですけど、まあそれをちょっとモチーフにさせていただこうかなと思います。で、今回ちょっとマネージャーさんと一緒に俺が逮捕されたニュースみたいな動画をちょっとガチで作ったから、それをちょっとなごみが事務所で見たらどんな反応をするのかをちょっと見ていきたいと思います。ちょっとまずみんなにも逮捕されたニュースみたいな動画見てほしいから一緒に見ていきたいと思います。昨夜午後11時ごろ、東京都目黒区の路上で男性が血だらけで倒れていると110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、路上で20代の男性が倒れているのを発見。マジでやばい。防犯カメラに映っていた映像から東京都内に住む大木容疑者が暴行の疑いで、目線決まってもガン決まりないの。容疑者は取り調べに対しむしゃくしゃしてやったと容疑を認めているということです。ありがちな容疑です。容疑者の後期23歳はこの動画使うニュースでなこなこカップルという生理体験の動画使わん活動していました。え、後期がすか。友人役もちょっと用意しました。中学の時から喧嘩っ早いところがあって、まあ、俺らでも切れると手つけられない部分がありました。警視庁の調べによりますと、いやこれ悪意あるな。暴力を振るうような動画を投稿していた。暴力振るじゃなくて助けてんねん。現在警視庁は名古屋のこと助けてんねん。調査しております。これも相当悪意あるもん。はい、ということでこんな動画なんですけど、これちょっとやばいね。普通のニュースの中にこれを入れるからマジでちょっとなごみがどこまで焦るのか、ちょっとこれマジ楽しみです。で、今ちょっとなごみが個人の撮影で外に出かけてて、で今からちょっとなごみとマネージャーさんと事務所で打ち合わせをするっていう約束があるんで、でもうちょっとなごみ来ると思うんで、俺ちょっと違う方に隠れて待機していきたいと思います。よし、行こうか。いました。反響どうでした。反響はめっちゃ良かったっていうか、なんていうの、みんなも知らなかったさっき出前食べてなかったけど、お弁当のせいありますか。本当ですか。
え、交互ですか？うん、本名は谷。渋谷警察だ。渋谷警察の土屋太鳳だ。え、殴っていいですか？はい、ということで心配した。え、どういうこと？おっとこれ。テレビ出てきたよ。え、社交だった。彼社交ということで今日の企画は、彼氏がいきなり逮捕されていたら彼女は一体どんな話するのか。えはい、一回殴らせてほしい。これはガチで。一回唐揚げ食べていい？一回唐揚げ食べていい？やばない。え、どんな、え、どんな感じやった？え、どんな感じ、なんかあんま覚えてない。泣いてない、泣いてない。いや、ほんまに泣いてない。ごめん、ごめん。どうすか？泣いたい。ということで、あの、これ実はマネージャーさんも仕掛け人で役者そのレザーブ君が役者で一緒に映像ちょっと作ってん。で、それをニュースの中に入れて編集したやつを流しました。これテレビじゃありません。え、これテレビじゃないってことか。ってどういうこと？テレビじゃない、あの、だからもう前もって作ったやつを流してる。作ってるやつを流してるの？そう、そう。これパソコン、これ、そう、パソコンで操作してる。操作してました。やばっ。テレビに繋げてました。え、ガチで倒されたんやって。うん、普通に。だからずっと連絡も取れへんしさ、うん、しかも今日殴り家おらんかったよ、ずっと。だから何してたのかも分からんしさ。信じた。え、信じた、普通に信じた。これやばいな。え、リアルすぎた。これ俺もこれ見た時に、うん、こんなニュースの中におったらガチで分からんわと思って、うん、今頃俺もこれガチやったら TikTok で流されてめっちゃバズってるやん。しかもさ、ニュースとかめっちゃリアルタイムのやつじゃん。そう、めっちゃリアルタイム。ほんまにそれにもちょうど入れてもらって、直近のやつを。で、これ作りました。これやばいっす。ごめんね、お前、俺あの全然そんな暴力振るったりとかしてないから。だってさ、ナゴミめっちゃ映っとんねんさ、テレビ。そう、しかもだってナゴミのスカウトマンから助けてるやつが悪用されてから。あれもう汚い音ね、でほんま悪い使われ方しとったな。はい、ということで以上で君大成功でした。全然あ、暴行容疑で逮捕します。逮捕します。
ということで、あの全然そんなこともなく健全にこれから動画上げていきますので。やめないわ、あの目見て思った、こいつやばいな。盗撮してる人ったらあの目します。マジであの顔見て、マジでやってます見たことない顔しとってガチで。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメント、いや今日コメントまだこれ1000件以上お願いします。いや、これやばいね、これもうやばいのやーで3000いく、やばいのやーで3000と、あとこの動画ちょっとインパクト強いものだったからハッシュタグなこの子無断天才等で TikTok 無断天才やばいって、これ回せ、これはガチで回してみんな焦る、ほんまにあのニュースみたいな感じで、ぜひ拡散いっぱいお願いします。ということで次の動画でバイバーイ。電話も来てたからな。そう、無視してた。無視してた。やば、それも。タオです。タオやん。